手質問投稿サイトに投稿された車のウインカーに関する質問。ウインカーを出す意味合いがわかりません。ウインカーを出すことに集中して肝心の運転がおろそかになってしまう二ドン引きの声。内容はこちら。大手質問投稿サイトに目を疑ってしまうような質問が投稿されたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。ウインカーを出す意味合いがわかりません。そんな質問が大手質問投稿サイトに投稿され話題を集めています。回答は79件にも上り、様々な反響があったようです。目視で車を確認できる昼間にまでウインカーを出すことは何か特段の理由があるものなのでしょうかと疑問を呈していました。またウインカーを出すことのデメリットとして、ウインカーを出すことに集中して肝心の運転がおろそかになってしまってもいけないと思いますと主張。こういう人がいるから曲がる時に合図を出す人になるんだろうな。一体教習所で何を学んできたのか絶句。ウインカーを出すくらいで運転がおろそかになるなら今すぐ免許返納しましょう。運転しないのをおすすめします。教習所行ってないの？一生車は運転しないことです。バカなのかい？意味合い理解できるようになってから運転してください、危険なので、など浴びせられる厳しい意見は数えきれません。このような人は車の運転に向いていないと思います。今すぐ免許を返納しましょう。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。はあ、呆れ。ウインカー出すことに集中わろた。この質問をしたやつが意味わかりません。こんな質問が。返納して再度車高に行け。ウインカー出すくらいでテンパる人は本当に車に乗らないでほしい。自分を含めた哀れな犠牲者が出るだけで何もいいことないし、外国人が免許証を切り替えするときに簡単にできるというニュースを見たんだけど、投稿者は日本人なのかな。こんな質問をしてしまうような人はいつ事故を起こすかわかりませんからね。免許返納が妥当ですよ。次はこちら。釣りか？と思うほど馬鹿げた質問。事故防止の基本は意思疎通。狂気を有する者同士だと自覚すべし。そんなこともわからないバカは歩いて生活しろ。バカに合わせると世の中疲弊するって。運転してた友達がウインカー出そうとしてワイパー動かし始めた時は死を覚悟したな。そんな運転下手なら運転したらダメだろわら。車の運転に向かない人は車の運転をすべきではないと思います。次はこちら。ウインカー出さないで車線変更や左折右折するやつってマジで迷惑じゃん。車線変更すると同時にウインカー出すやつとかは明らかに意味わかってないよな。ブレーキ踏んでからウインカー出すアホの返納しろ。目の前の車が信号青になった瞬間右折ウインカー出したら殴ってもいい法律作ってくれ。曲がる直前に出すバカもいるからな。特に土日祝は地獄だわ。ウインカーはもちろん使わない岡山へようこそ。岡山県でウインカー出すとダサいとかチキンとか言われて笑われるってマジなの？ウインカーを出さない、もしくは曲がる直前で出す人が増えましたよね。なぜ？最後はこちら。こういう人って多分自分の目の前のことしか見えていないんだろうな。運転するには他の人や車がどういう行動をするかってのを常に見ていないといけない。それを示すのがウインカーでありストップランプでありというごく常識的なことに疑問を持つ時点で運転の適性はないのかなと思うね。その必要がわからないということは他の車のことも見てないんだろうな。挙げてる疑問も主張してるデメリットも全部自分視点でしかないのは草。こういうやつに限って運転中にスマホいじってるだろ。他人のこと考えられないカスは車に乗るな。多くの運転手は他の車の動きを予測して運転していますからね。このような人がいること自体迷惑な話です。結論。車の運転時、右折や左折をする際は右左折する地点から30メートル手前でウインカーを出さなければなりません。
しかし最近は車線変更をすると同時にウインカーを出す人や、そもそもウインカーを出さずに曲がる人が多く散見されます。そのような人たちってもしかして今回の質問者のようにウインカーを出すことに集中して肝心の運転がおろそかになってしまう人たちなのでしょうか。もしもそうなのだとしたら運転に向いていない人だと言わざるを得ません。車の運転は自分だけではなく他者のことも考えて運転しなければなりません。他者のことを考えることができず自分ルールで運転すれば大きな事故を誘発しかねません。運転に向かない人は免許を返納することをお勧めいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。